不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。できるだけですお子さんとかをですね、巻き込んでこう勉強をですね、していける環境をどうしても皆さんにご提供したいっていうのは私の中であるんです、ね。不動産業界で女性社員の需要というのはですね、まず確実にあるんですよ。不動産業界に転職希望の方に絶対的にお伝えしておきたいことがあるんですが、田中行政書士の不動産大学、不動産業界に転職希望者へアドバイス編ということで、このチャンネルは完全独学で心の資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、この不動産大学の YouTube チャンネルなんですけども、現役でですね、不動産会社にも勤めていらっしゃる方もいらっしゃるかとは思うんですけども、コメント欄なんかを見ているとですね、まだ不動産業界にいないんですけども、転職を希望しているという人とかですね、今はですね、不動産業界の会社に勤めているんですけども、さらに違う会社に転職したいとかですね、そういう転職願望の強い方っていうのはですね、結構潜在的に多いんでございます。そんな中ですね、まあそれについて少しちょっとアドバイスをしたい部分があるんですけども、こんなコメントをいただきました。こちらです。今年の春から先生の動画を見て励まされ、楽しく勉強させていただきました。ありがとうございます。本当に諦めなくてよかった。もう自分はダメだ。疲れた。苦しい。助けてくれ。そんな気持ちが何度も襲ってきました。毎日ウォーキング中に先生の動画、昼休み、お風呂、食器洗い、洗濯、子供の送迎の間、隙間時間すべて耳がく。もうこれ素晴らしいですね。まさに私がやってることと同じですね。先生の歌は子供の方が先に覚えて歌っていました。これですね、結構不動産大学のあるあるなんですよね。お子さんがいらっしゃる方はですね、お子さんが覚える歌を覚えるっていうですね、そういうあるあるはございます。まあこれちょっと話逸れるんですけどもですね、これ実は結構狙ってやってます。これはですね、不動産大学の動画ってお子さんいらっしゃる方で見てくださってる方非常に多いんです。でどうしてもですね、動画を見るときって集中しちゃうので、お子さんの方に目が向かなくなりがちなんですね。それはもうしょうがないんですけども、それはできるだけです。お子さんとかをですね、巻き込んでこう勉強をですね、していける環境をどうしても皆さんにご提供したいっていうのは私の中であるんですね。そういうのもあってですね、その覚え歌なんかはまさにその最たるものなんですね。覚え歌とかですね、あとはたっちゃんけんちゃんとかですね、変なぬいぐるみとか出てくると思うんですよ。変なって言っちゃいけませんけど、人形が出てくるわけじゃないですか。あとはレゴが出てきたりとかですね、いろいろあると思うんですけども、どうしても勉強してるときってお子さん待っててっていう風になっちゃうことが多いと思うんですけども、一緒にそれが見れるぐらいのエンタメ要素の強い動画であれば、そういうのもですね、含めて、まあ、お子さんがですね、つまんない思いをしなくて済むんじゃないかなというところも含めてですね、ちょっと動画を考えて実は作っているんでございますということなんですね。これは私もですね、自分自身の子供に見せてですね、その反応を見ながらですね、動画を構築しているっていうのもあります。まあ私もですね、全部企画とか全部自分自身一人でやってるんでですね、まあ、その辺は私が思いついたら全部やるっていう感じでやってるんでですね、まあフットワークは非常に軽い動画になっています。私でも合格できたのは諦めずに上市間勉強法に取り組んだからだと思います。ありがとうございます。次は FP サークルに入って耳学しようと思います。また実務経験なしで、これから登録講習、転職活動もしたいと思っておりますが、仕事についてもアドバイスいただけると嬉しいです。先生ありがとうございましたということでですね、コメントありがとうございます。まあこの方おそらく女性の方のような気がするんですけども、他にもですね、女性の方で子育て中にですね、宅建を取って不動産業界でですね、仕事に復帰しようと思っていらっしゃる方がですね、非常にこのチャンネル多いんでございます。そこで今回はですね、不動産業界の転職でですね、よくコメント欄で質問されることについてですね、ちょっとお答えをしていきたいと思います。ということで早速いきましょう。まず一つ目の質問こちらです。不動産業界は男性社会というイメージですが、女性でも働きやすいですか？このご質問非常に多いんです。はい、これですね、ズバリ私の感覚から言いますと、これはですね、不動産業界で女性社員の需要というのはですね、まず確実にあるんでございます。これもし私が宅建業者の経営者だったら、半分ぐらいは女性社員が欲しいというふうに思います。理由はちょっと後で説明しますけども、確かにですね、不動産業界というのはですね、男性社会というようなイメージはあるかもしれない。男性社員はですね、他の業界に比べると、割合的にはですね、多いのかもしれません。例えばですね、賃貸であれば、1店舗にですね、女性が一人もいないというケースはあったりします。ただですね、これは男性の方が向いているからじゃないんですよ。これは女性の方がですね、なかなか定着しにくいというだけであって、営業面で言えばですね、力さえつければ女性の方の方が強いというのが私の考えです。これはですね、営業でですね、第一線でやっていた私のですね、見解でございます。これ実際ですね、私が営業の最前線でですね、トップ争いをしていたとき、女性の営業マンの方がですね、すごいライバルでですね、何人かいました。これ女性の営業マンの方っていうのはですね、できる人はすごい契約取ります。女性の方って非常に説得力があります。男性の営業マンっていうのはですね、結構オラオラ系の方もいるんですよ。要するにですね、ある程度こう、なんつう、お客さんから主導権を握ってですね、もうガン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 営業して、もうお客さんを断らないような雰囲気にして契約させるっていうパターンの人多いんですけども、女性の方の場合はですね、ちゃんと丁寧にやって、信頼関係を構築して、向こうから契約したいですっていうふうに言わせるっていうパターンのですね、営業ができる方がすごく多いんです。私はこういう営業大好きなんですけども、まあこういう営業マンがですね、育ちやすいのは女性の方なんですね。これはやっぱりですね、女性ならではの目線っていうのはまずあるじゃないですか。特にファミリーのお客さんなんかは、水回りのですね、説明なんかはやっぱり女性の方からした方がですね、やっぱり説得力があったりするんですね。子育ての話もそうですし。
特に最近はですね、防犯面なんかで女性のお客さんなんか気にする人が多いので、そもそも営業マンはですね、女性の方でお願いしますっていうふうに言われるケースも結構今はあるんです。じゃあどうして女性のですね、方が不動産業界定着しにくいかっていうお話なんですけども、これにはまあいろいろ理由があると思います。まあ実際最近はですね、昔よりは定着してきてるかなっていうふうな実感はあるんですけども、まあそれでもやっぱりですね、ちょっと定着しにくいっていうのはまだ若干あると思います。これはですね、会社がきついとかまあいろいろあるとは思うんですけども、おそらくですね、共通して言えることがまず一つあるんです。それはですね、車の運転なんでございます。これはですね、意外とハードル高いんです。これ私がですね、管理職をしていた時に、女性社員の方の退職の理由で一番多かったのが車の運転でした。これはですね、不動産の営業って普通の車のドライブとは違ってですね、住宅街をまず入ってくるんですね。特に都内なんかだと狭い道めちゃくちゃ入ってきます。で、それがまず精神的に疲れるっていう人もたくさんいます。プラスですね、これお客さんを乗せていますから、そこでですね、運転だけに集中するってことはまずできなくなります。お客さんとの会話もしなければいけない中で、狭い道を通っていくっていうのになるのは結構ですね、これ精神的にですね、結構耐えられないって人はたまにいます。ということでですね、よくですね、不動産業界に転職希望なんですけど、何か事前にやっといた方がいいことありますかっていうふうに聞かれるんですけども、職種にもよりますが、基本的に車の運転は絶対に慣れておいた方がいいです。これは入ってからいきなりやるとすごく緊張しますし、精神的に疲れます。なので、車の運転に慣れているというだけでかなりアドバンテージがありますので、特に賃貸系ですね。あと、売買もそうだったりしますけれども、特に営業職に関しては、車の運転ができないとですね、都内だったとしても、もう結構話にならない場合があったりしますので、ぜひですね、車の運転に関しては、あんまりちょっと自信ないなという方は練習しといた方がいいんじゃないかなというふうに思います。続いての質問こちらです。不動産業界で事務職の求人はありますか？はい、これもですね、よく聞かれる質問なんでございます。不動産業界で事務の仕事をしたいです。営業職じゃなくて事務がいいですってですね、コメント結構あります。これですね、もちろん事務職の求人はあるんですけども、圧倒的に女性の方の需要が高いです。これですね、不動産業界に転職希望の方に絶対的にお伝えしておきたいことがあるんですが、男性の方で宅建を取って事務職を狙っている人は、正直あまりお勧めはできません。これですね、結構男性の方で、不動産業界で営業は嫌なんですけど、事務をやりたいですっていうような感じの、まあ、求人希望の方いらっしゃるんですけれども、まあ、正直ですね、男性の事務職はよほどの理由がないと採用されないというふうに思った方がいいです。これはですね、転職エージェントの方もそういうふうに言ってますし、これ面接官やですね、私の意見もそうなんです。まあ、裏を返すとですね、女性の方に関しては事務職として採用してもらえる可能性が非常に高いということですね。これは不動産業界でですね、男性が営業職以外を希望するというのは、はっきり言うとですね、営業から逃げているというようにしかですね、取られません。これはその人にですね、なんか簿記のですね、一級とかなんかそういう特殊能力がですね、資格としてあって、そっちを極めてるっていう方の転職だったらまた別なんですけども、そういう方じゃなくて単にですね、普通に事務職を希望するだけだと、どんな理由を並べられても絶対に逃げているっていうふうに思われます。まあ、簡単に言うとですね、男性の方で事務職希望で面接に来るとですね、面接官としてはですね、なんで事務職を希望するのかっていう疑問ではなくてですね、なぜ営業職を希望しないのかっていうことを聞きたくなるんですよ。これはですね、こういうふうに質問すると、大体こういう答え返ってくることがあるんですよ。例えば残業ができないとかですね、事務をやりたいっていうなんかこじつけの理由を言ってくる人とかですね、あとは自分が営業にあまり向いてないのでっていうふうに言ってくる人もいます。まあ、理由はいろいろですね、人によって様々なんですけども、男性の方の場合ですね、大体、事務職をですね、希望する方の理由というのは、ネガティブな理由になってしまうケースが多いんです。なぜ営業職を希望しないのかって聞き方をすると、大体ネガティブなですね、動機が返ってきます。なので、採用する可能性がですね、かなり低いんでございます。自分自身がですね、もう、とにかく事務をやりたくて、もう、昔から簿記とかで会計の勉強すごくしてきましたっていうふうにアピールできる方はいいんですけども、まあ、めったにそんな方はいません。まあ、大体ですね、一回営業職経験して、もうこんなにもうノルマとか課されるの嫌だから、もう事務で給料低くてもいいから、事務でのんびりやっていきたいっていう感じの動機が絶対に裏にあるんでしょっていうふうにもう分かっちゃうんです。なので、男性の方っていうのはすごく採用がしにくいんです。女性の方っていうのはですね、やっぱりある程度こう細かいところに気がつきますし、そもそも店舗のですね、女性人口を増やしたいっていうのがあるので、まあ、基本的にやっぱり女性の方にですね、事務職が回ってきやすいっていうのはあります。なのでですね、もし男性の方で事務職狙いの方はですね、私はあまりおすすめじゃありませんという感じになります。採用されるのはですね、かなりハードルが高くなると思った方がいいです。続いての質問いきましょう。こちらです。女性の場合、売買と賃貸管理、どれがおすすめでしょうか？はい、これもよく聞かれますね。まずですね、これ賃貸の場合は若い人が多いです。これはですね、単純にそれなりに体力を使うからっていうのもあるんですけども、売買よりはですね、やっぱり数を打ってですね、売り上げを上げていく業種になりますので、まあ、ある程度体力はいると思います。
対してですね、売買の場合は、もう1契約でですね、数千万とかですね、億単位の取引をしますので、もう利益も10倍以上あるんで、そのように数を打つっていう感じではないんですけども、ただその分精神的に結構負担がかかる場合はあります。まあ、私の経験で言うとですね、もう常に私がお勧めしているのは、賃貸については正直宅建の知識がそんなになくてもですね、十分仕事自体はできます。まあ、もちろん知っていた方がいいんですけども、知らない転職組の方はたくさんいるっていうような現場です。対してですね、売買に関して言うと、正直知識が全くないとですね、ミスした時のダメージが非常に大きいので、宅建の資格を持っている人の割合もですね、やっぱり賃貸よりも売買の方が多い気がします。まあまたこれはですね、ちょっとあるあるなんですけども、私の経験で言うとですね、売買をですね、やってる人は賃貸の方をですね、少し見下す傾向がありますね。これは賃貸の方が金額が安いからだと思うんですけど、なんでこう、結構業界のマウント的なですね、感じがあるような気がします。俺は売買やってるけど、お前は所詮賃貸だろうみたいなですね、見方をしてくる人がいます。まあ、もちろん私はそんな偏見ありませんけども、そういうふうにですね、見下すですね、マウントを取ろうとする売買系の人はいます。それから管理っていうのはですね、まあどちらかというと営業職をやりたくない人が逃げていく場所っていうイメージがすごくあります。あまり管理を目指すっていう感じはね、正直あまりありません。まあ管理やりたい人はいいんですけども、まあ私はあまり目指すところじゃないのかなって気がします。ただどれが一番楽ですかって聞かれれば、管理が一番楽ですけれども、ただ給料は安くなりますという感じになります。求人も少ないです。まあ管理は管理で、結構精神的にクレームなんかを受けたりすることもあるんで大変だっていう人もいるんですけども、賃貸や売買でもクレームは同じぐらいの量ありますんで、正直ですね、あんまり管理がクレームとかで特に精神的に疲弊するっていうのは私は印象としてはあまりないです。いう感じです。ちなみに私は売買も管理も賃貸も全部ですね、一通り経験しておりますんで、まあある程度そういう部分に関してはですね、アドバイスできるかなというふうに思います。じゃあ女性の方ですね、じゃあどれが一番おすすめなんですかっていうことなんですけども、不動産業界にもう経験がそんなにないんであれば、私はですね、一番最初は賃貸がすごくおすすめでございます。非常に入りやすいです。賃貸をまず一通り経験してから売買とかですね、管理とか違うところもやってみると、どんどん全体が見えてきます。まずは私、賃貸から入る方が、不動産業界というものをですね、に入っていく上では一番私はとっつきやすいと思います。精神的負荷も少ないですし、私はですね、全体像が見えてくるので、まずは賃貸からやってみるっていうのはですね、私個人的には男性、女性関わらずですね、おすすめでございます。ということでですね、ちょっとお話をまとめるとですね、これ不動産業界というのはですね、本当は女性が活躍できる分野なのに、車の運転とかですね、体力的な問題とかで、人からどうしても少し定着しにくいっていう状況にあると思います。で、私はそれを改善したいというふうに思っている派です。なので、決してですね、女性に向いていない職業ではありません。これだけははっきり言いたいと思います。むしろ向いてます。そこはですね、ぜひ勘違いしないでいただきたいなというふうに思っております。なので、不動産大学というですね、チャンネルが存在している意義としてもですね、就職してから困ったことがあったら、いつでもコメント欄にご相談くださいってことをですね、私はいつも言っているんですけども、もちろん宅建の質問でもいいんですけども、どちらかというとですね、転職した後にですね、早期に退職してしまう人を私は何とかして減らしたいというふうに思っているんです。私はですね、どうしても不動産業界で実際管理職とかで働いていた時にですね、もう絶対にこの人辞めちゃうともったいないのになって思っているのに辞めちゃう方がですね、本当に多かったんですね。そういうのをもっと会社の外部からサポートできるそういう組織というかですね、仕組みがあればもっと続けさせてあげられるのになっていうふうに思ったことがすごくあったので、まあ、そのですね、一つになれればというふうに思ってですね、まあ、いわゆる何て言うんですかね、相談所みたいな感じですよね。駆け込み寺じゃないですけども、ちょっともうこんなことがあってもうすぐ辞めたいんですっていう方にですね、なんかアドバイスしたりですね、寄り添ったりするっていうことが、このチャンネルを通してですね、少しでもできればというふうに思っておりますので、まあ、ぜひですね、そんなことがありましたらコメント欄の方にご相談ごとをですね、書き込んでいただければと思います。ちなみにコメント書き込んでいただくと、こういうふうに動画でアンサーするケースがありますんで、逆に言うと動画で紹介される可能性ありますんで、そこはですね、折り込み済みでぜひコメント欄の方にコメントいただければと思います。ということで、また明日。